7月2日、川崎市高津区にある N アセット南口店で野菜市が開かれました。N アセットっていう会社が高津区を中心に地域密着の不動産会社でやってるんですけども、不動産会社にとって何が大切かっていうと、そのこの町に住みたい人、住み続けたい人をどうやって増やしていくかっていうことはすごく大事だと思ってて、この町の魅力をどう発信するかっていうことも大事だと思ってて、でそういうことをいろいろ社員のみんなが考えてくれた中で、社員があるプロジェクトで、じゃあ地元のおいしい野菜を皆さんに知ってもらおうということでスタートしたのがこのプロジェクトになります。駐車場に設けられた直売場に並んだのは、川崎市内の農家が丹精込めて作った野菜で、この日の朝に収穫したものばかりです。きゅうり、トマト、ナス、トウモロコシなどの旬の野菜や、スーパーではなかなか手に入らないような野菜も並べられました。野菜市は開店からおよそ30分で売り切れが出るほど多くの人でにぎわいました。以上です。ちょうど今お部屋探しで来て、たまたま野菜市をやってるってことだったので覗かせていただいたって感じなんですけど、手頃な感じで、はい、いいかなと思って、はい、いくつか買わせてもらいました。このプラムを買ったのでデザートに食べようかなと思ってます。すごくなんか美味しそうだし釣りやすいのでびっくりして即買いました。